世界的にもいろんな国々が北朝鮮っていう国 の、 あのやり方を非常にあの強い目で見つめるようになった。やっとここまで来るのに41年という年月が必要だったんだなっていう。1977年の11月15日、当時13歳の横田めぐみさんは新潟市で北朝鮮に拉致されました。早紀江さんは、待っている家族も高齢となっている、一刻も早く首脳同士が話し合い解決してほしいと訴えています。